ユースト何人ぐらい来てたのかな。1000人ぐらい。1000人も来た、はい、有料にすればよかったなできないで。それではこれより第2部パネルディスカッションメディア再興を開始いたします。登壇者のご紹介をさせていただきます。中央よりフリージャーナリスト上杉隆様、はい、どうも。本学にて本学にて現代日本政治を研究されております辻中豊教授。本学でマスコミュニケーション論を研究されております海後宗男准教授。現在筑波大学特任教授で元毎日新聞記者の荻野正三特任教授。そして左手におりますのが本講演会のプランナーで本日でモデレーターを務めます社会学類2年船山博樹です。それではよろしくお願いいたします。社会学類か。はい、じゃあ早速始めさせていただきたいんですが、ですね、ツイッターの方にですね、どうか2部も配信してくれという声がたくさん入りまして、一部だけ中継する予定だったんですけども、2部もユーストの方で中継をすることになりましたので、ぜひ、この会場にいない皆さんも、この後も引き続き、8時半過ぎぐらいまでありますので、ぜひご覧ください。筑波大学の、はい、あれ筑波大の温情ですよね、これね。そうですかね、ぜひユースト見てる方はここですね、筑波大学に多大な寄付と多大な寄付と、あと何ですか、文科省は、特別のですね、助成金の増額これこんなもんでいいですか以上です。あ、私も講師で雇ってほしい、まあいいやそうですね、ぜひぜひお金の方もよろしくお願いいたします。はい、はい、ではですね、早速中身に入っていきたいんですが、ここからはですね、皆さんのツイッターの声もどんどん入れていきたいのですね、のでですね、どんどんつぶやいていただきたいと思います。ハッシュタグはもう一度確認しますが、UOT アンダーバー英語でメディア、 UOT アンダーバーメディアで投稿してください。よろしくお願いします。はい、まずですね、先ほど上杉さんの方からですね、メディアの閉鎖性がたくさん指摘されてましたが、他の先生方にもですね、そういう閉鎖性っていうのはあるのかということをですね、ちょっと聞いてみたいと思います。まずじゃあ辻中先生、メディアの閉鎖性、何か感じる部分とかありますでしょうか。はい、初めてよろしいでしょうか。はい、上杉さんになるべく喋ってもらいたいので、我々はなるべく少なく喋りたいと思うんですが、日本のメディアっていうのは世界的に見てものすごくこう独占的なメディアだと思うんですね。権威主義的な国とか社会主義、旧社会主義の国なんかと比べてもですね、新聞を中心とするメディアは非常に独占的で、おそらくベスト10の新聞を数えるとですね、半分以上が日本になると、まあ、そういう状況は非常に特殊な状況であるというのを我々まず考えておかなきゃいけないと思うんですね。で、まあ、先ほどまあいろんな話があって、僕は記者クラブの問題は前外国人の研究者もあるので、重要だとは思ってたんですが、これほど日本政治にですね、規定しているというのは恥ずかしながらですね、今知ったという事実で反省しております。で、まあ、上杉さんがあまり触れられることが なかったかもしれないことを 2,3 触れますとですね、僕の経験から言うと、メディアの人はそういう、特に新聞の人ですね、巨大な力を背景にしているので、すごくこう価値判断をされるっていうのは僕の印象ですね。特に論説委員だとか編集委員の人がですね、ちょっとこう僕なんかでもこう いろんな研究会なんかであってもですね、はっきりズバズバ価値判断されると、それがすごく僕にはこう違和感がいつもあるんですね。それと最近のこう新聞を見てると、今日は小沢問題がだいぶ触れられましたけども、すごくメディアが中で意思統一してるんじゃないかと、 TBS だとかですね、
まあ、朝日だとか読売だとかそれぞれが社論があっても当然いいんだけども、なんか番組の中でですね、こう非常にこうちょっと違うことを言う人、まあ、小沢問題なんかで違うことを言う人をすごくこう意地悪しているように、そういうような印象があって、こう非常に不愉快やないかなと、こういろんな意見があるのがメディアのいいところだと思うので、その辺が僕も、まあ、上杉さんにもう少し聞いてみたいなと思ってます。メディアの価値判断がこう激しいだけにですね、そういう番組の中で意思統一があるような感じがするのはどうも違和感を持ってます。それから皆さんよくご存知かもしれないけど、メディアの人はですね、政策過程にものすごく入っていますね。あの審議会だとかですね、いろんな勉強会なんかに行きますと、必ずあの大新聞だとか大メディアの人が入ってて、そのいわゆる政治のアクターとですね、メディアの人が共同作業をしているっていうふうに感じます。いつ発表するとですね、大きな記事になるかとかですね、どういうふうにやると盛り上がるかっていうのをですね、まあ、メディアの人が一体になってやってるっていうのをこうよく見てですね、非常にこう僕なんかは違和感を覚えているわけです。まあ、そういう意味で特に最近感じるのは、そのメディアはまだまだ、特に新聞を中心とするメディアは55年体制というのがすごくこう染みついてるなというのが、私の政治学者としての実感です。ですね、今、辻中教授からもありましたが、社内に多様性がないと、ソーシャルメディアとしてツイッターだとかユーストリームだとか、まあ、今も配信してますが、こうやって今は情報が多様化していると言われている状況の中で、マスメディアの中ではそういった多様性っていうのはないんでしょうかね。なんか上杉さん、そういうのありますかね。もう言いたくてマイクを持ってましたあれですよ、多様性ないどころか多分世界で唯一だと思うんですね。記者にツイッターを禁止したというですね、マスメディアがあるのは多分日本だけだと思うんですね。でこれは実際に昨年の、昨年ちょうど今頃ですかね、最初日本テレビが、政治部記者を含めて記者に一応、ツイッター自粛令が出てました。どういう内容かというと、ツイッター画面に、日テレのパソコン等から、アクセスすると、赤い画面になって、あなたは業務と関係ないサイトに飛ぼうとしていますと、言っていいですかっていうのを日本テレビがそれを出すようにしたんですね。つまりツイッターは閲覧禁止の、まあ、いわゆる、エッジページサイトというんですか、それと同じ扱いをされているということだったんですが、さすがに政治部記者の方から総理大臣も総務大臣もやってるんで仕事にならないということで、それはまあそこは解除されたんですが、最近また読売新聞の記者、読売新聞がこれをツイッターを禁止したという話が流れたんですね。で 2,3 確認したんですが、実際読売新聞の記者がこっそりやっていたツイッターアカウントが立て続けに1週間ぐらい前ですが、皆さんさようならと言ってアカウント自体が消えるというのが起こったんで、おそらくそれは事実じゃないかと。もうあんまりどうでもいいから興味ないんでその辺は取材しませんが、そういうようなことをやってるっていうのはおそらく、皆無ですね。なぜかというと、ツイッターをやることによって情報が漏れるということを恐れるんじゃなくて、新しい本当の情報が入ってしまうことを社が恐れていると、言わざるを得ないという対処法なんです。で当然ながらこれはメディアは新しい情報を知らせてくれると思っている日本人からすると、とんでもないことなんですが、そもそもそのソーシャルメディアは禁止されているということも知らないんで、事実が伝わってないというのが現状かなと。ですから、多様な価値観とかいう以前の問題が、今のマスメディアを取り巻く状況、かと思います。仮に1個だけ、仮に、海外のメディアで、記者にですね、君はツイッターをやめろという指令が下った瞬間に、その全ての記者は多分その会社を辞めます。日本は本当に会社を辞めるどころか抵抗もせずに本当にツイッター辞めてしまってるんで、この辺がちょっとマインドの弱さかなという気がしますね。はい、なるほど。ですね、じゃあ記者っていうのはもちろんたくさんいろんな人間がいると思うんですけども、一つの考え方じゃなくて、表せないけれどもいろいろ個人としてはいろいろ思っている人が僕はいると思うんですけども、その辺毎日新聞で働いていらっしゃった荻野先生にちょっと昔の実体験も交えて、いやそうは言ってもやりたいんだよ記者はみたいなちょっと声も欲しいので実情をちょっとお話しいただければなと思います。よろしくお願いします。はい、
筑波大以外で見てる方もおいでのようなので、毎日新聞で、学芸部というところがなかったんで、実は永田町には新入記者研修という時に行ったぐらいで、上杉さんのホームグラウンドの政治記事についてはちょっとあまりコメントできる立場でないんですけども、それから筑波大学に来ております。そうですね、閉鎖性というよりも何だろうな、横並びと先に学芸部というところをちょっと説明しないと分かりにくいと思うのでいたしますと、基本的にあまり記者クラブというのはありません。それからいわゆるスクープ競争ということよりも自分でこういろいろ企画を考えて記事を書いていくというので、まあ、ある意味でもちろん組織の中の人間ではあるんですけれども、上杉さんが批判されているような動き方というのはちょっとしては来なかったんですね。ただ、まあ、もちろんこの中で新聞で働いてたのは私ですので、関係ありませんよという気はないんですが、まずそういう前提はちょっとご理解ください。でもう一つはこれちょっと船山君から出てくださいって言うんでね、ああそっか悪役がいるんだ新聞側のって逃げるわけいかんし損だなと思ってるんですけどね。でちょっと心配なのは大体筑波大に限らず学生がもうあんまり新聞読んでないんですね。で上杉さんの巧みな話術に引き込まれてますます読まなくてもいいんじゃないかというに思っちゃうとちょっと困る。どうしてかっていうと2つあります。1つは新聞の記事って全部記者クラブが上杉さん巧みなアジテーターなんでもちろん本人お分かりになってやってるからいいんですけど、全部記者クラブが悪いみたいな話になってるけど、分析していくと記者クラブ初の記事っていうのはそうたくさんはないし、から私の体験でも記者クラブの記事しか書いてない記者は、まあ、今はちょっと分かりませんというか後で話しますが、そういう記者は、まあ、あんまり評価高くなかったですね。クラブネタでクラブべったりいるだけなんかと、でそれから政治部の記事が上杉さんのフィールドからですけど全国にいろいろあって、まあ、いろんな問題抱えてるのは確かだし、私もここでの事業の中で、まあ、メディア論的な事業の中で記者クラブによる報道の間違いとかフリーランスがそれを水俣病を素材にしてるんですけどね、たまたまいい映像資料があるのでそういう話もしてるので聞いてくれた人もいると思いますけども、問題点いっぱいあります。ただ、全国にいくつも、そういうそこで記者が活動していて、いい仕事もしていると、でいい記事も書いていると。それから今個人情報保護法そういう関係で警察の発表というのが、非常に匿名主義になってきてるんですね。どっかで老人が入っている施設で火事があってもどういう人がいるか言わないとかね、非常にその国民の安全というのを取材記者によって、まあ、伝わるという部分があると思うんですけど、そういうことがなかなか、できにくくなっていると。でその時にね、記者クラブという形でかろうじてですね一つのまとまってその警察なりいろんなところと交渉して何か情報を引き出すと、そういう役割もあるので、ちょっと永田町の密室性というのとは違うと思いますけれども、その辺は皆さんは、まあ、上杉さんもしょうがないんです、これもそういう役割でいいんですけど、皆さんはその記者クラブといってもまだいろいろあっていろいろな問題抱えてるし、多分クラブにいる記者のほとんどが特に若い記者ほどこのままでいいのかと思ってるし、僕も今日ここに出てきた気持ちのかなりはこれからマスコミに関心あるけどもうやめようかとかそういうふうに思ってる人に対してね、結論みたいになっちゃいますけど、覚悟を持ったらまだやり終わるよってことをまだ時間があれば言いますけども、でちょっと前置きが長くなって悪いんですけど、それで閉鎖性っていくのでいくと、ここ数そうですね、私は定年までずっと管理職っていうのがいわゆるデスクっていうのがしましたけども、ずっと記者だけだったんですね。でそれはちょっと珍しい部類なんですけども、ずっと現場見てきますと
ぱり昔の、まあ、昔が良かったって言い方は老人の特集になりますけど、昔の方がいろんな多様な、例えばあの新入社員の試験を全然受けずにですね、社会部長の知り合いがちょっと面白い若者がいるから、じゃあ明日から来いやみたいで、その社会部長が持ってる予算ってなんですね、それで記者になってそのままずっと行くという、だからちょっとあの海外のメディアでの、入り方と似てるような時代も昔ありました。それから新聞社の中も、通り抜け自由で街の人が入ってきて、いろんな情報が来たと、そういうのからいくと非常にやっぱり日本の管理社会化全体と関係があって、また定期採用というんですか、新聞が非常に量的に拡大してね、でどこか他の役所と同じような人事異動システムになってるなという、そういう組織としてのなんか均一性の追求っていうんでしょうか、日本のどこの会社でもあるようなことが、本来はそうであってほしくない、ジャーナリズムの世界にも入ってしまって、横並びになったと、そんな感じで、それを閉鎖性というふうに、言えるかもしれないなというのは、もうちょっと社内で割と独自のポジションから見てきた人間としては言えます。いや、ちょっと長くなってごめんなさい。なるほど、うん、今の、はい、またマイクを取ってますね。はい、どうぞ。いや、楽しみです。今反論をしようと思いまして、はい、僭越ながらまず一つですね、あの記者クラブ発表の記事があまりないと、おっしゃったんですが、実はですね、花岡さんというあの産経新聞の、今論説からもう引退されて副論説も行った方に、かつてニュースの真相に出ていただいたんですね。でその方は実は記者クラブの、98年の改定と、そして、2年の改定も携わって、まあ、いわば記者クラブの中の象徴みたいな方なんですが、実際、30数箇所の記者クラブを回ってるわけですが、その方が番組に出て一緒に数えたんです。あのどれが発表、つまり記者クラブ初の記事かと。でその日の新聞をそれぞれ数えたら、まあ、ご本人が数えたんですね。そしたら、約 85% から 90% が発表でした。つまりですね、まあ、たまたまその日多かったのと言っても、まあ、実はそれぐらい多いんですね。それを完全に抜きにした、記事というのは、その全体の記事の中のそれだけしかなかったというのが一つあります、うん、で、この発表ジャーナリズムが悪いと言ってるわけじゃなくて、海外にもあるんですが、ただ問題は今後半おっしゃった部分で、私もずっと問題にしているのは、記者クラブが悪いと言ったことはないんですね。私たちフリーランスも海外メディアの時もそうですが、一貫して言っているのは記者会見に入れてくれと言っているだけなんです。それ以外のことを何も求めてないんですね。で記者会見に入れないと、つまり公の仕事、公的機関の、いわゆる記者会見に入れないというのは仕事できないわけですから、つまり私の仕事をちょっと邪魔しないでくださいと、皆さんの記者クラブの方の仕事も一切邪魔したことないじゃないですかと、お互い同じ職業なんですから、やりましょうよ一緒にということを言ってるんですね。ですから、記者クラブがあろうとなかろうと、記者クラブがいつまで存続しようと、正直言って知ったこっちゃないというのは正直なところで、ただ政府の記者会見というのは国民の税金で運営され、公人の発表のものですから、当然ながら国民の一人としてそれを取材する権利はあるんですが、そこに記者会見に政治家はどうぞ来てくださいと言ってるんですが、新聞記者の方、同業者であるはずの、メディアの方が入るなと言ってる、この異常な状態を何とかしてくださいということをずっとお願いしているだけなんですね。ですから、記者クラブが悪いと言うんじゃなくて、ただ単に自分の仕事をさせてくださいと、皆さんの仕事を邪魔したことないじゃないですかという、陳情という、腰を低くしてちょっと気がちっちゃいんで、そういうのを11年間ぐらい、言ってるということなんで、そこはぜひ、誤解なきように。あのじゃあ一言だけ、はい、あの海崎さんの本もちょっと読みましたので、その主張は分かります。で僕が言ったのもその問題でじゃなくて、記者クラブを壊す必要はないっていう意味で言ったのが一つですね、うん、それからあの記事そのデータはあの検証ちょっと僕はできないんですが、僕が言った意味は、あの新聞特に文化部系にいましたんでね、当初欄ですとか家庭欄ですとか、家庭欄って私結構長かったんですよ、うん、そういうそのあると小説ですね、いろんな文化記事、そういうものを入れてっていうことなんですね。そういう総合メディアとして、必ずしもその読者の実態から見てもそういう政治ニュースだけを読んでるわけでもないという、そういう意味なんで、うん、ちょっとそこは誤解なき、以上でいいです。ちょっとだけ質問していいですか。はい、あの
先ほど海外の国際会議の話とかの記者会見の話ちょっとされたけども、うん、あれは先着順ですか、どういうふうに入れてくれという場合は。もう自由ですね。でもまあキャパシティありますよね、部屋の、ええ、こういうね部屋の、はいはい、申し込みは例えばそのキャパの通りじゃないですか。で要するにキャパをあふれたらもうダメかもしれませんが、ただ今そのある程度入れなくてもスペースがあれば立ってられるし、なるほど、ワーキングスペースがなくても別にいいっていう形でやっぱサミットとか3000人ぐらい来るんですよ、はい、それはあらかじめ申し込みがそれぐらいっていうことを想定して多分おそらく各国対応してるのかなと思いますね。わかりました。はい、ですね、いろいろ今ツイッターの方を見てるんですけども、じゃあそうやって問題意識、問題提起をしてくれるのはいいんだけども問題は分かったと、じゃあどうすればいいんだというね、質問がたくさん出てるんですけども、一体どうすればいいんでしょうかね、上杉さん。まあ非常に単純ですねただ単に普通の世界中のルールに従って、別にアメリカじゃないんですね、アメリカかぶれというふうに言いますが、世界中の基本はフリープレスの原則、そしてアクセス権の公平性なんですよ。だから記者会見をオープンにして、そして普通に誰もが取材活動ができる、誰もがというのはまあジャーナリストを含めてそのメディアの人間が公平に取材活動ができるという状態を作れば、自然と競争が生まれて、そしてより良い、まあ、民主主義の言論空間を作り出すということにつながるのかなと、まあ、例えばですね、まあ、海外のメディアの記者会見サミットとか行くと出るわけですね。で最近だ と、イタリアの時かな、その後かな、ベルスコーニ大統領はイタリアの会見に出たことがあるんです。でイタリア語で分からないんですけど、まあ、同時通訳のこの耳栓のやつをくれんで、それで聞いてるとですね、まあ、かなりひどいんですね。サミットに来てるのにとんでもないこと聞いてるわけです、イタリアの記者が。ある女性記者はですね、質問といって、先日大統領は、首相でしたっけ、当時は、要するに差別発言を行ったと、要するに美しい女性以外私の取材をしてはいけないと言ったとそういう大変失礼な話だと、あなたの言う美しい女性というのは一体どういう女性なんだと、私は美しくないのかって質問したんですねそしたらいきなりベルスコニーがあんたは美しいんだと、だからそこにいるんじゃないかと言ったら、別の女性記者がじゃあこの前取材した時に入れなかった人間はダメだったのかと、質問当たらないのはと、まあ、反撃するわけです。そしたらベルスコニーが美しい定義を教えてやろうと、美しい定義というのは私とか私の息子が愛するような女性を美しいと言うんだと言って、もう大変な問題になるわけですね。で大事になってそれで やり合ってるわけです。で最後は記者たちがその会場の会見場の前に集まって何かイタリア語でわめいてるわけですね。でベルスコーニも、なんか反論してると。でそしたら時間切れで次の国の担当番になったんです。そしたらどうなるのかなこれと思ったら、いきなり終わりって言った瞬間にみんな今度みんなで握手し合って、一緒になんかワイワイ肩を組みながら出ていっちゃったんですよ変わった国だなと思ってたんですが、でもそういうようなことを言いたいことを言う、そして政治家の方も試されてるわけですね。常にそういう記者からの攻撃、まあ、下品な、例を挙げましたけど、まあ、どの国にもそうなんです。オバマ大統領だって就任前は、マリファナ疑惑をガンガン追及され、そして2年後の大統領選勝つんですけど、やはりその2年間さまざまな厳しい質問を乗り越えるわけです。となるとどうなるかというと、それに耐えられたものがやはり、その国のリーダーに選ばれていく。そしてなった時には日本の、あ、日本のそのアメリカの、まあ、記者からの、厳しい批判に耐えられるということで、鍛えられて、わけですね。そして記者の方もやはり厳しい質問をするにはそれなりに勉強しなくてはいけないわけです。準備もして取材もして、そうすると嘲笑発信が生まれて記者の方もごまかしが効かなくなると、名前を出して質問するわけですから。となると何がいいかというと、それを今見たように今回もそうですけど、ユーストリームとかニコニコ動画とかそういう動画で見れたりするような時代になったわけですね。海外はそれを新聞とかテレビで報じますが、そうなるとそれを見た国民が、あ、この政治家ってこの程度の質問でダメになっちゃうのかと、政治力を見たり、あるいは記者の質問のレベルを見て、まあ、いわばメディアリテラシーになったり、あるいはその政策面での調調発し、先ほどやり合いましたが、こういういろんな論争があることによってその問題が顕在化するわけですね。そしてそれを見ている人たちがそれぞれの意見を持つことによって、健全なその言論文化が生まれると、
やはりそういう論争とか激しい、言い合いがない限りは先に進まないし新しいものが生まれないということを各国は毎日のようにメディアでやってるんですが、日本だけは基本的にそれをずっと放棄してきたということが一つの問題なのかなと思うんですが、まあ一つだけ言うと、これ一つは長いんですけど短くしますと、それが去年あたりからいわゆるソーシャルメディア、つまりツイッターや、ユーストリーム、まあ、Facebook はあまり出てませんけど最近は、そういうような形でいわゆるソーシャルマイクロメディアが、記者会見場に入ることによってつぶやくことによって今までと全く違う言論が、そのネットユーザーのところに届いたと、するとあれ違うんじゃないかということが始まったのがまさに去年なんですね。そしてだからこそネットの、世論調査は一般の新聞テレビと全く逆になるというのは、これはいいか悪いかじゃなくてそれも現実だし、ネットもそれはアンケートと言えばでもそれは現実、新聞テレビの世論調査も現実、そのやはり現実の世論が今日本には2つ出てきているだということが重要なのかなというふうに思います。ありがとうございます。ですね、今最後の方に、ツイッターだとかそういったソーシャルメディアの普及が、自由な言論空間を作って情報の多様性を生んでいくというお話をしてくださいましたが、ここでマスコミュニケーション論を研究されています海吾先生にも、ツイッターですとかそういったソーシャルメディアについてコメントをいただければと思います。はい、海吾です。私自身はその Twitter はかなり、変則的な使い方で自分のオフィスアワーをアナウンスするだけしか使ってないんですけど、まあ、ただ実際の、こういう皆さん、この会場に、来ている皆さんというのはある程度メディアに興味があるんじゃないかと思うんですけど、今後ね、問題としてあるのが例えばその新聞社とかテレビのニュースなどそれがだんだんなんかビジネスモデルとしてなんか限界に近づいてきて、でそういうソーシャルメディアを見たりとかあと皆さん、まあ、ジャーナリズムとかそういうものに興味があると思うんですけど新聞読んでる方ってどれくらいいらっしゃいますか。じゃあ新聞買ってる人はどれくらいいます。減りますね、はい、ちらほらですねはい、で誰がそのジャーナリズムをサポートするかっていう、まあ、ちょっと先の話なんですけどこの例えばその、今後ジャーナリズムっていうのは新聞が例えばなくなるにしてもジャーナリズムっていうのが必要だっていう、考えがあるんですけどそういうジャーナリズムをどういうふうにサポートしていけばよいんだろうかっていうそのことについてちょっと上関さんの考えも聞きたいなという。そうですね、海外だとまあ、そのジャーナリズム論とメディア論って分けて論じられるんで非常に分かりやすいんですが日本だとですねこれを分けて論じることの前段階でメディアとジャーナリズムの違いがほとんどそのメディアで働いている方の中にこの分けることができない状況なんですね。この前田原総一郎さんのユーストの番組じゃなくてニコ動の番組に出たんですが年末その時にメディア論ということをやったんですね。そしたらメディア論をやりながらジャーナリズム論とメディア論がごっちゃになってるんで田原さんにいやジャーナリズムとメディアは違うんですよと、言ったら違わないと言ってで同じだと言うんですけど、例えば田原さんは、サンデープロジェクト、クビになりましたよねとでも田原総一郎っていうジャーナリストはジャーナリズム論で残ってるけどメディアそのメディアはもがれたけど別にジャーナリストじゃないってわけじゃないじゃないですかと。やはりメディアは所詮ツールだとツイッターもテレビも新聞も所詮ツールなんですよとジャーナリズムはそのメディアがなくても、例えば北朝鮮だってメディアはないけどジャーナリズムはあるわけですからあるじゃないですかというと違うと言って反論されてですねああダメだと思ってたら、年末のから正月にかけて朝生になったら、メディアジャーナリズム論これ違うんだよとわずか1週間で、変わっていただいて非常に柔軟だなと、言うんですが、まあ、基本的には今言ったことが一つの例なんですね、ジャーナリズム論とメディア論これ分けて考えないと多分議論にならないんですがその部分で言うと多分メディアの部分でどうやって生き残るかと、まあ、立て直すかという部分には単純に、メディアが、まあ、現実を受け入れると、まあ、これだけなんですね、これは日本の特徴的なんですけどソーシャルメディアずっと出てきました、まあ、YouTube もそうですし、それから Facebook も Twitter も、まあ、この10年間でさまざまなメディアが世界中で出てきているわけですね、その時に、
各国メディアがどういう対応したかというのがいい例なんですが、まあ2つしか方法はないんです。一つは新しいソーシャルマイクロメディアを受け入れて融合して共に一緒にやるか、所詮ツールですから一緒にやってもいいわけです。ツイッターとこうやって連動してユーストがやってもいいわけですから。もう一つはそういうのを一切排除するか、この2つしかないんですが、全世界のメディアは、当然ながら全社選びました。ですからもう、4年前に、CNN YouTube.com ということで大統領選をやったり、あるいはツイッターも今ニューヨークタイムズの記者全員ツイッターアカウント持ってるんですね。これは使い方は宣伝ではなくてアウトプットじゃなくて全部インプットに使うわけです。まあ仕事の材料として道具として使うんです。でそういう意味で融合したわけですが、残念ながら日本だけが先ほど言ったようにツイッター禁止とかですね、そういうこともあり、象徴的なのは例えば2チャンネル、これが登場した8年ぐらい前は、2チャンネルということを言うと存在を認める、つまり直視してしまうと。そうすると国民は2チャンネルを知ってしまうと。そこから情報をネタ取ってる、一部新聞記者は大変困るということになったかどうかは別として、2チャンネルを巨大掲示板って普通名詞に置き換えるわけですね。で現在もずっと使ってます普通名詞を。さらには YouTube 出てきた時も、去年の尖閣まではどう言ったかというと動画投稿サイトって言ったんです。私も、徳田ネとかミヤネ屋とかレギュラー出てる頃に YouTube が出て、これ YouTube って言おうとすると、あ、これちょっと権利の問題があるんで動画サイトって言ってくださいと、つまり放送禁止用語なわけですね、うん、そしてウィキリークスが出てきた時なんて言ったかというと、暴露系サイト、つまりその現実にあるものをなるべく国民に見せないようにして直視して自分たちの既得権益を守る、つまり排除すればいいと、上杉隆と出てきたら、あ、こいつはまずいと言って、そこでどういうことかというと、上杉隆が言ってることを反論しようとかそういうんでなくて消せばいいわけですから、テレビからどんどん追い出して、新聞から追い出して、この世の中にいないことにしてしまえばいいということができたわけです。実際ずっと先ほどの岩瀬さんの話じゃないですけど、ところが今ソーシャルメディア出てきてしまったんで、残念ながらマスメディアでは完全に干されましたけど、ソーシャルメディアで復活してマスメディアをディスるというこういう仕事をしてるわけですね。ですから結局自分たちが首を絞めたわけですね。本当だ、融合していけば別に良かったものを排除したためにとんでもないことをしでかしているという認識なんですけど、単純なのはどうすれば治るかというと、もう門を開いて現実を見て一緒にやってやればいいわけです、同業者ですから。まあ、これが一つの唯一の解決方法かなと思いますね。あれ、はい、放送業界、まあ、オールドメディアとニューメディアの融合ということで、どんどん受け入れていけばいいとおっしゃってましたけども、最近僕週刊フジテレビ批評で、ああ、何かあのニコ動と何か津田さんですよね、ニコ動となんかタッグを組んでやってたような番組を見たんですけども、ああいうのっていうのはやっぱり受け入れていく第一歩と見ていいんですかね。まあ一歩ですけど遅すぎますよね世界中でもう終わってるわけですね、そういうあの融合は。今頃放送と通信の融合と言ってるのは日本だけで、私も昨年1年間、先月まで、あの ICT フォーラムというあの総務省の、まあ、メンバーで構成員だったわけですね。で、まあ、ジャーナリストという立場だったので社勤は辞退して、さらにその間は一切記者会見、総務省の記者会見は出ないと、まあ、プレイヤーですから出ないということでずっと、メンバーだったんですが、その時話し合われていることはどうやって放送と通信を融合するかとっていうことを永遠と話すわけですね。ですからその話はもう終わってて、今目の前で融合されてるんですよと。その会議はユーストリームで生中継されてツイッターで僕はつぶやいてるのに、どうやってこれを通信するかって、いやすごいことを話してるんだなと思ったわけですね。だからフジテレビの、フジテレビ批評も別に否定はしませんけど、やることは大事なんでちょっと遅いかなと。しかもあれは生放送できなかったんですよね。そうですね、あの直前で収録みたいな形にして別枠でツイッターやったんです。で最近あの朝生出た時も、高らかに今年の元旦ですか、そうですね、あれ埋めてましたね、今日は、テレビ史上初のツイッター連動ですと言ったら、ツイッター、連動してないんですよツイッターにどんどんハッシュタグに質問を寄せくださいって言って、そしてそれを後で途中で田原さんが読むと、ツイッターをファックスに使った、日本世界初の番組だというまあ、そういう意味でツイッターを使おうと、そして融合しようとしてたんですけど、結局ツイッターもこれまでですね、
簡易ブログのようなもの、ミニブログだと言って普通名詞でごまかしてたために現実を見なかったわけですね。だからツイッター出てきた、なんかすごい人気ある、怖い、危ない、危ないのはけしからん、ツイッター使うやつは許せない、上杉はとんでもないやつだとということになってしまって、見なかったためにこうやって世界中でツイッターで革命が起こっているような、まさにチュニジアのジャスミン革命もイランもモルドバもタイも全部あれツイッター革命ですから、それを見なかったために結局自分たちが遅れてしまったと、ですから早くやるというか、もう早くやるとかそういう考えないで動くということが重要なのかなと思いますが、やや手遅れですねそれっていうのは何か上の方の人が保守的であったり硬直的であったりとか、そういうよう なんか意識的な面なんですかね、それともやっぱり昔の人間だからそういうのが分からないというような、そういうようなものなんですかね。なんか荻野先生とかそういうの何か感じたことありますか？ツイッターの話はちょっと振られないと思ってたんで困ってますが、っていうよりも加古先生の多分言われたのは、新聞もテレビがなくなっても、ジャーナリズムはいるけれども、それは誰がサポートするかということで、ちょっと上杉さんのお答えとは違うような気がするんですね。で、僕が考えですとね、やはりフリーの人っていうのがやっぱりちょっとね、話飛びますけど、例えば大谷ノンフィクション賞っていうのがありますね、フリーの人のね。